これが私の。あらちゃらそうじゃん。こんばんは、まつきです。今日の動画はレモンサワーを作るんじゃ。千鳥さんの番組でレモンサワーを作るっていう番組があったんだけど、それ見てうわー家でレモンサワー作りたいなって思っとった。私レモンサワー作ったことなくて、せっかくなら作ろうってことで、じゃん、セットを揃えたわ。見てこれ、炭酸水を作る機械、すごくない？誕生日プレゼントでくれとったんよ、岡山の友達が。レモンも買ってきました。スーパーでこれ買った、極上宝焼酎。なんかちょっといいやつらしいけど、1000円で買えた、このでっかいやつ。じゃあまず炭酸水ちょっとやってみよっか。これおおおおお、なんでこれガスじゃねえ、ほらガスシリンダーやって。なんでこれ何？スタートガイド、まず明かり、あー、何セット、私こういうの作るの苦手だけど大丈夫かな。ほんで炭酸水を作る、お好みの強さって分からんわ。そんな、え、いっぱいやればいいかな。ん、あほんでどんぐらいなのか分からないけど、おらおお、これぐらい入れたら、うん、美味しい。じゃあレモン切るか。ちゃんと絞れる切り方がバッテンらしい。バッテン、お、切れた。でもさ、まず焼酎ってどんぐらい入れるんかな。はい、ね、言うてますけどグラスがちっこいのしかなかったわ。どんぐらいなんだろう、3分の1ぐらいでいいのか。こんぐらい入れた、あ、奪った方がいい。いいよいいよ、コースターコースター、レモン絞るよ、いくよ。これが私のレモンサワーです。豆乳、ちゃんとマドラーがあるっていう。3分の1焼酎で、あとは自家製炭酸水入れましたよ。早速いただきたいと思います。皆さん本日もお疲れ様です。乾杯。すっごい美味しい。え、やばい、あれやわ、なんかお店の売っとる炭酸水で割ったことはあったけど、また全然なんか甘い、なんでなんだろう、普通の水のはずなのになんか炭酸が甘い。え、ちゃんとレモン絞るって美味しい。なんか健康そうだけど、もうちょっと絞ろうかな、もうちょっとレモン強くする。おりゃー、え、嬉しい。あ、うん、美味しい。すごい。わからんけど、すごい体に良さそうな味する。なんかこうやって家で友達とかこんなね、呼んで作ってパーティーするんかな、みんな。一人暮らししてるけど、全然呼んだことないわ、友達。自分家にあんま人入れたくないタイプなんですよね。自分のテリトリーに人が入るっていうことが、なんかね、別にその子が嫌いとかじゃないんだけど、なんか気使っちゃうよね。あ、え、次何するんだろう、え、どこ行くんだろうみたいなとか、もてなさなきゃってなっちゃうから、やっぱ、ね、自分家はね、一人がいいな。美味しゅうございます。岡山の友達が今そのテレビ局で働いてるんだけど、女の子とその彼とその友達みんな岡山で、中学校の同級生で
くれたんだけど、そう一緒にいつか仕事したらできたらいいねいう話しようってから、会ったらみんな変わらず岡山丸出しだしいいよね本当に。あ、ちなみにこの T シャツはあのはじめファンタジーっていうねイラストレーターのお友達がくれたやつ、これ白と黒を持っとる私のこじらせラジオ、ラジオ渋谷でやってるんだけど、第2、第4日曜日に今渋谷クロス FM っていうところで、そのロゴを書いてくれたのもこの T シャツ作ってくれた友達で、ありがとうございますはじめさん。あー美味しい、これはグビグビいってまうわ。ういちょっとこれさ、なんかいかつい見た目しとるけんさ、なんかわりかしなんかって感じになるかなとか、意外にちょっとまろやかな感じだったけど、ほんでもうちょっとね強炭酸にしちゃうわ。いけ、なんかコーラとかも作れるらしいよ、シロップ買えば。あ、さっきより、あ、さっきよりシワシワ感がやっぱいっぱい入れたから炭酸。レモン絞ります、いっちゃいます。あっ目に入った気ぃつけて、丸かじりしたらさ、すっぺんかなやっぱ。そらそうじゃん。よいしょ。じゃあ2杯目いただきます。さっきより酸酸強め。うん、おいしいね。グビグビいっちゃうなレモンサワー。なんか辛いもん食べたい。いやでも深夜だ、我慢。今キムチが家にあるから出そうかなと思ったけど我慢。楽しい、またこれ使ってちょっと他の動画もなんかお酒作るわい。誰か教えて、その焼酎何で割ったら美味しいかとか知りたいけん教えてほしい。みんないい夜を。バイバイ、アイコンちゃんです。おやすみなさい。